こういうのも、えー、今回も、えアロろ話をしていこう。リスイチは山上か。で、えー、グライダーを持っていて、で、なんだあれもう一つのスキルなんだあれあんなマークあったっけあれはあ、残像を残すやつか。はいはいはい、思い出してきた。思い出してきたぞ。 で、えー、これがいつの動画かというとお、2019年の10月です。10月の末、24です。はい。でですね、もう、うーん、まあ、何本か前の動画になるのかなを上げたときに、いつの動画だよっていうコメントをもらったんですよね。いや、全くその通りですね。<laughs> いや、いつの動画だよ、これ。画面も違うしね、最新版と比べたら。 なので、えー、そうだな、うん。2020年のオリンピックより手前で上げられなかった古い動画に関して、古い動画っていうのは、まあそうだな。1年以上前にしようか。オリンピックから1年よりも前、1年以上前の動画に関しては、えー、もう消滅をさせましょう。うん、ここに宣言しよう。 はい、何様だよって感じだけど <laughs>。まあでも、投稿してる側が有利なのは変わらないし、まあフェアだけどね。あの、見てる人と投稿する人がいて、そういうバランスなわけだから、フェアなんだけども、どうしても投稿する側が強いんで、いまだに。えー、まあ、だから決定権はどう考えても俺にあるわけだよね。うん 見てる人は意見を言う以外には実際には行動できないわけですから、うん、他に行動する手があるとすれば見てる人も動画をアップロードするっていうその一択に限るんですけどねやってる人はほとんどいないでしょうねてかあのアップロードしてる人は多分そういうコメントをしないですねはい <laughs> おそらくね、うん、アップロードをする側に回ってからは俺はもうほとんど もうサイトの中で書き込みをするっていうのはなくなりましたね。うん。あ、投稿する側になるとそういうことになるんだっていうのが、まあ、一通り分かったからなんですけど。うん。まあいいや。で、えー、武装はえー、MP51 丁と M42 丁。で、スコープも揃って武装としてはもう、満ち足りた感じ回復もグレも揃う 強いな。よしよし。いい感じだな。いい感じだぞ。まあでもね、こうやって武器が揃って、えー、回復も揃ったからっつって、安心すると死んでしまうのがバトロアっていうね、ゲームの怖いところ。ほんと。うん。あのね、リスポーンできるゲームならいいですよ。いいんですけど。リスポーンできねえからな、これ。 で、あの、リスポーンできるバトロアっていうのも、今あるわけじゃないですか。でもじゃあ実際、チーム戦だよね。チーム戦限るでしょ、あれ。あの、ソロの時はリスポーンないでしょ。で、じゃあチーム戦で、野良でやった場合ね、リスポーン機能を使うかどうかを味方にかけなきゃいけないっていうの、すごい無駄なんですよね。 うん、あの、ゲームの回転率。試合ね。一試合あたりの回転率とか、いいシーンを撮れたか撮れてないかとか、そういうのを考えていくと、リスポーン自体ほぼ無駄ですね。本当に。俺はそういう意見で、リスポーンしない方がいいと思います。うん。あの、あ、負けたっていう時は、まあ大体いい,い,い映像とかも撮れないし、 実際いい試合もしてないんで満足感も低いんですよね。その試合はね、もうさっさと切って、えー、次行った方がいいですね。よっぽど、あの、仲間内で、ね、感動的な <laughs>、その、なんだろ、リスポーンをめぐる戦いとかがあれば別ですけど、まあ、野良の場合はほぼ間違いなくそんなのないですし、待ってる時間が本当に無駄。なので、あ,あの、リスポーンシステムは俺反対ですね。うん なので、まあ、PUBG ROE の方がね、いいかなって、今でも思ってますよ。その辺はね、リスポーンないんでね。フォートナイトもあるよね、今ね。フォートナイトとあと、えイ、ー、Apex か。リスポーンあるよね。あれはいらないと思います。うん。うん、あとでもね、フォートナイトもね、 そろそろ天井が見えてきた感じが、個人的にはしてるというか、天井もしかしたら過ぎたかもしれない、とさえ思う。うん。まあ理由は、子供たちがそんなに長期間同じものを一本で遊ぶわけないからです。はい。いやー、もしあるな、捨てがたい。もしン欲しい。拾っちゃった。玉がない。玉なし。 敵がいないというか、まあ、味方もう一人いたはずなんだけど、もうすでにどっか行ってるっていうね。俺もどっか行かねえとやべえ。一人出遅れると、やっぱすごいリスキーですね。後ろから、うーん、車4人で来たりするんで、このゲーム。うん。<laughs> じゃあ、全く違いは、違う話をしようか。もう一通り話をし終えたので。ああ、ひどい。うん。あの、 パルス位置はおかしいえっ、ー、と少し前の動画で,、えー、で MEX からメールが漏れたっていうのをあげたじゃないですかで。それの中で2段階認証を突破することができるだろうなっていう方法を一つあげたんですけどその方法がそのまま 日経新聞に載ってたんですね。日本経済新聞に。<laughs> ああ、あって思って。あの、12月28 2019年12月28日にだったと思うんですけど、の中で、えー、銀行、ね、日本国内の銀行の 2FA を突破する手段として紹介されてました。全く同じ方法で。うん あ,あやっぱそうかと思って <laughs>、うん。ハッキング、ハッキングって言うんだけど、結局のところ、システムの欠陥をつくだけなんで、それが物理的であっても、うん、電子的であっても、変わんないんですね。どっちもハッキングですよ。つまるところは、うん。クラッキングがどうこうとかいう話はもう聞かないです。ハッキングで、えー、統一してもいいんじゃないかなって思うよ。うん、いいも悪いもハックですから。 はい。えー、で、まあ、それはまあ、うん、そうだね。過去の動画を見てくださいと <laughs>。細かいところは説明しないわ、今回はね。うん、敵はいないね、うん。よしよし。まあ、だから、どんなシステムにも欠陥はあるってことだよ。うん、メルカリのほら。 二重支払い。もう結局のところ、構造的ハッキングだからあれば。うん。あの、外部、決済サービス、ペイディをー、の隙をついた、まあ、一つのスキームでしかないわけで。まあ、考えれば、そこら中にこういう、うーん、欠陥っていうのは転がってて、じゃあその欠陥を、報告せずに使うとどうなるかっていうと、 大概はね、普通に儲かるんで <laughs>。うん。で、報告したらお金がもらえるかっていうと、ほとんどもらえないんですよ。本んに善意で。無償のボランティアだよね、そんなのね。なのやってらんねえって話ししで、うん。報告したら10万円。報告せずにそれを悪用して、もしバレなかったら100億円とか言ったら、みんな100億円を選ぶわけですから。 うん、まあどうにかしないといけないよねっていう、こういう、うん、報告システム自体の考え方を今後変えていく必要があるんだろうね、やっぱ。うん、人の意見はあの集合体であれば集合体であるほど聞くべきですね。個人であれば個人であるほど抱え込んでるリスクの大きさもそ,そこまで大きくないんで、 細かい意見は無視していいんですけど、集団、企業とかの場合は、外部の個人的な意見はぜひ聞くべきです。ほんと。無視するべきではないと思いますね。うん。人いるぞ、あっちに。聞かない奴に話すより、聞くかもしれない不特定多数に話す方が、期待値としては大きいので、 まあ俺はこれをやり続けるだろうね。こういう行動をね。やめるつもりは全くない。うん。聞く奴が聞いてなるほどなと思ってくれれば俺はそれで満足です。はい。あ、なんか車いるな、あそこに。来てるダメだ。後半が当たってない。そこに降りた。ぶっ殺してやる。 よいしょ、ホームじゃな。よいしょ。残念だったな。え味方は後ろに後ろの味方かよし,よし。敵かと思った、今。まだいるな。二人ぐらいいると思う、あれ。もうちょい投げとくか。ゆっと。 あ、いるいる。うん、も投げて混乱を誘った方がいいかもしれない上の方が有利ではあるけど、向こうも人数でカバーしてくる可能性がある。向こう耐えて混乱させ、左に流れた。どうだどこだ あーなるほどね、そっち頭だけ出して狙ってきてるか味方が頑張ってる行った方がよかったなこれなんで引いたんだろうなあ弾がないのか弾がないから引いたんだあたたたた味方強い い終わったったぽい来らシャーミンシャーミンってか言わなかったねでも。<laughs> 正面にはいなかったんだね。うん 屋内も大丈夫っぽい。9ミ、mm、リ。拾わない拾わない。<laughs> この時の行動はよくわからんぞ。今の俺が見ても理解できないんだが。うん、つっても武装揃ってるしな。ああ、今2ヘルを減る。あれだな。拾うべきだったな。2ヘル。あとは投げ物。 回復のミニは31もいらねえから、半分以上捨てて大丈夫だ。ちょっとこの時の俺は頭が悪いな、やっぱ。10月だとそんなもんか。うん。まあ、ちょっとね、えー、時系列がバラバラの状態で投稿してるんで、うん。しょうがないね。<laughs> 急に上手くなったり、めっちゃ下手になったりする可能性があるわけだけど。 しょうがないですそれはうん <laughs> いやいや報奨金システムとかもどうにかしないとダメだよなやっぱ本当に思うそれは今後だってそういう何ていうのアンチハックリスクじゃねえ逆かハッキングリスクを抑えるためのアンチハックが必要なわけで なんだけども、それセキュリティっつって、人任せにするのはもう無理がある。規模的にもね。そういう時代はもうとっくに終わってますから。うん、個人でもそういう意思を持たなきゃいけないし、集団であれば、個人よりも強くそれを意識して、外部任せにしてはいけない。かつ、外部の意見を聞かなきゃいけない。車いるな。状況なんで、うん。 聞いた方がいいですよ、ほんと。うん。一人うるさかったから音量下げるか。動画としてはちょっと微妙になってきたぞ。<laughs> まだワンキルしかしていない。三キルぐらいは欲しいんだが、せめてね。せめて三キルぐらいは欲しい。そこにいる ?OK。お前がグレ投げたんだったら大丈夫だろう。多少詰めても。 いるのもバレるからね、どっちにしろ。バレてるんだったら。よいし。車爆発。あー、でも3ヘルト ?3 ベスだったのか。車の近くにいなければお前助かったっしょ。てか、持ち物良すぎるぞ、こいつ。いいよ。うん。誰も拾わんのかい拾うか。よし。aug あたりは拾っといてほしいかもな、むしろ。 あの、胸部鏡を置いておくと、誰かが胸部を拾う可能性があるんで。ってか、本当にいい装備だな、こいつら。んあ、なるほどね。こっちで別口もいたわけか。うーん。っていうことは、今の、後ろからついてきただけだからよくわかんなかったけど、実は魚夫だったんだな。うん。一番美味しいパターン。 ヘリーはまあなかなか近いところにいるし、14、14? めっちゃ生きてるな。あそこに分身を置いたのは、後ろから来たら怖いから。後ろから来たやつはまずあれを撃つからね。俺が撃たれるっていうことはない。と思う。 敵の姿が全く見えん。あの塔の上にいたから向こう側にワンチームいるのはまあ確かでしょう。二人影が見えたからまあ最低二人いるとして、俺たち四人で六、残り分からんのが七。まだいんのか。ケツ怖すぎるんだが。 りすぎだな、半分ぐらいになっててほしいんだけどあそりゃ減りすぎか10人以下になってほしいねこの局面では13は多いん近い近いっていうかもうヘリの下まで行ってるいるないるいるやばいやばい野良、やばい,やばい,やばい <laughs> あれ一人じゃねえぞ多分 そんな落ちんのかいあいつが乗るとまずいうーんよし空席1作ったぞまだ2空いてるわホームルよし弾がない <laughs> <laughs> あの4番の緑色の人「ワッツっつってたけど後ろに敵がいるぞっつったんだよね多分でもあれ俺の影分身なんで敵いないです <laughs> 影分身はマップで赤表示されるんでこれ乗れるかな乗らないとあよっしゃ乗った <laughs> <うん S 2> 最後一気にっていう感じだったな えー、ちょっとキルが少ないもののまあ勝ちましたと3切ルね、はい。というわけで、えー、また次回あるのでよろしく。